ちたまるアフタートークー。さあということで、はい、今回は珍しく久しぶりに3人で、うん、3人 MC3 人でお届けするということですけどね、はい、ね、本編では宮坂さんがトークテーマを考えてくださるっていう。そう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 、そう結構なんかね、うん、いつもこう泥仕合みたいな感じで、うん、我々3人喧嘩みたいなやつなのかな、いつもギスギスしてるから、してるから、うん、今日はそうじゃないよと、そうそうそう、爽やかにお届け、仲いい会をね、そう爽やかにお届けしよう、マシュマロ会を届けようじゃないかふんわりと、うん、はい、やっていこうっていうことで、さっきアンダーポイントさんが本編の方で、うん、なんだっけ、爽やかで秋らしい、うん、秋っぽいやつっていう風に2ついただいたから考えました、はい、何でしょう、秋といえば、はい、スポーツの秋ということで、ちょっと最近スポーツ関係にね、うん、ちょっとすごい高めてらっしゃるということで、ジム行ってね、キックボクシングやって、そうそう、じゃあその苦労話を聞いていこうかなと思って、はいはい、苦労話いやだからガタ来てるでしょ、そのもうそろそろ、いやでも健康に向かってるわけだから、そう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 、問題はあなたじゃないですか我々は今あれ大変なことも楽しくやってますよっていう、だからスポーツの秋なんだから何か始めたらっていう、私かじゃない、そう、うん、じゃあプレゼンしていただいてよろしいですか、宮坂このスポーツをやった方がいいんじゃないの会を、じゃあ全然興味ねえじゃん私に全然興味ないじゃんもう1ミクロも考えたくない目してた、じゃあいろいろカウンセリングさせてくださいよ、うん、どうぞ、ね、はい、宮坂さんはどの部分をこう体の部位でいうとシェイプアップしたいところ、なるほど、直したいですか、はい、私がシェイプアップしたいところは、うん、お尻です、あ、じゃあもうボーリングです、はいまた来週ちょっと短い、もっといろいろ聞いて、本当に私に興味ない、お尻の次はどこ、お尻の次ですか、はい、私が次にシェイプアップしたいのは、うん、二の腕です、あ、はい、じゃあもう、うん、ボーリングです、また来週もうなんで、じゃあなんでボーリングなんですか、いや二の腕なんで思いっきりボーリングこうした時にほら、ちょっとっお尻もキュッてなるし、そうそうそう、お尻キュッてなるか、ボーリングなるよ、やっぱ最後の力で、最後投げた時のさ、うん、あのフォーム、お尻みんなプリッとしてるでしょ、うん、いや、二の腕じゃない気がするんですけど、ちなみに、はい、まあ、なんていうの、うん、アベレージはどんなもんな、ハイスコアとか、あんまやったことない、あんまりやったことないけど、うん、あのストライクは2ぐらい出ます、あ、10回投げて2ぐらい、2ぐらいは出したことあります、それをやっぱりあなたは6、7にしたいじゃないですか、あっていうことは、はい、あなたがやるスポーツはボーリングです、じゃあプロボーラーを目指しますはい、ということでありがとうございました結局は自分のやっぱ興味あるものじゃないとやめてしまうかな、うん、そうですね、うん、確かにそうですね、だからなんか好きなものとかないの、その体動かす系でね、今までやっててこれは楽しかったなとか、やりたいなって思ってることとか、そうですね、うん、いやそれやっぱ格闘技系は好きなので、いや格闘技やってればいいじゃん、うん、息子さん今やってるでしょ、ボクシング、ボクシングね、一緒にやればいいじゃん、一緒にやればいいじゃない、大変そうじゃん、辛そうじゃないですかあれ見てるだけで何言っても嫌だって言うんでしょ、だから結局辛いは辛いわ、辛くなくって、うん、ひたすら楽しくって痩せれるのがいいんでしょ、うん、そうそうそう、なめんなそんなやめんな、やっぱボーリングか、やっぱボーリングだ、ボーリングもそれなりにやろうと思ったらすごいと思うよ、さプロ目指したら大変よ、そら、うん、そうね、うん、まあまあ考えときます、考えときます、はい、考えときますじゃなくて、もう子供がやってんだから、そうそう、一緒にやればいいじゃん、別にやればいいじゃん、いやもう見てるだけでも、いやだから一緒にこうやらんでも、うん、ミット受けれるぐらいのね、お母さんが受けられる、あ、家でもできるぐらいのね、そうそう、うん、ミット打ち、トレーナーの位置ですよ、 あれも結構な運動量よ、亀田四郎みたいになれよ、うん、あの棒でこうやってピンポン玉投げてさじゃあ私はもう息子と一緒にボクシングをやるのが最適ということで、でも結構息子のパンチ受けてるのも結構いい運動にはなると思うけどね、いってってなりました、私もこの間、あ、息子さんと一緒にこう外でこう縄跳びやるとか、縄跳び、うん、私も出産以来ね、縄跳びとかね、トランポリンしたらね、ちょっともう本当危なかったいらんこと言うな、バンされるわ、言ってダメだな、これはダメだそうだな、ちょっと爽やかにできないわ爽やかちょっと難しかったわということで、はい、次回は爽やかにお届けしたいと思います、はい、ありがとうございました、おしまい。